ファイサイチャンプローです。クリスがですね、車のリフトアップをするということで、後ろの感じでこう上げていくっていうやつですね。まあ重量が重たいんで、リフトアップをするために。It was named as an air suspension? Yeah. It's called the Airlift 5000. 5000 pound? Yeah. 5000 pound? Yeah. Okay. As much as you weigh. Okay. I mean, okay.So you can go lift up for use for air. Yeah. Yeah. So you can bring all your fat friends in the van. Okay. And lift them up. Lift them up. Yeah. I see. So you don't hit all the speed bumps. So question more good, huh? Yeah. まあ今日ね、最初はこれがオリジナルでついてたんですけど、リフトアップするためにああいう感じで、まだエア入れてないんですけど、いろいろネジをこうつけたり、こうオリジナルのやつがなかったらしいんですね。でそれでいろいろ工夫して、創意工夫して、まあ今までそうですね、かなりの時間かかってますね。3時間4時間ぐらい一つをつけるのにかかってますね。ということでね、車の車高をこう高くするっていうことで、まあこんな感じですかね。まあもうタイヤもね、タイヤもこんな感じでね、ピューっていうやつですね。でこんな感じのところでいろいろやってるっていうことですね。またやさーい。